八十神高校の文化祭最終日、突然鳴り響く鐘の音とともに異変が起きた。校庭にそびえ立つあるはずのない時計と見覚えのない生徒たち。俺たちはいつの間にか異世界の迷宮に閉じ込められてしまった。ここは現実の八十神高校によく似ているけど別の場所みたいだ。そのせいか生徒も変なんだよな。時計塔って七不思議ので鐘の音を最後まで聞くとなんだって。死に安易すぎんだろ。息を引き取る。言い方の問題じゃねえよ。大丈夫だよ知恵、何か出てもただのお化けって思えば。待って、この先シャドウがいる。やだな、シャドウがいたらさすがにクマの鼻センサーが。いたー、シャドウが割とちゃんといたー。このシャドウが俺らを閉じ込めてんのか。おそらく手がかりはさっきの迷宮でしょうね。何者だ。記憶取られたんです。誰かが隠したんだ私の記憶を。記憶をなくしたという八十神高校1年の2人と共に出口を探し求めて迷宮の謎に挑む。ゼン君、ターゲットが違う。すまない。そして俺たちはシャドウとの戦いの中、別世界のペルソナ使いたちと出会い仲間となった。クマぶっ飛ぶよ。クマ敵中だ。クマがやられたぞ。いえ、干からびてるだけです。私も飲む。危機一発。レイ、飲むな。戦いの最中も文化祭で飲んで食べて合コンやったり、新しい仲間と絆で結ばれていく。閉じ込められたこの異世界に俺たちペルソナ使いが集められた本当の理由って何だろう。ペルソナ Q シャドウオブザラビリンス。出会いが人を強くする。